俺の名前は中島俊之、専攻は経済学。さて、今日は旅行会社に吉尾と行くか。それにしても暑いなあ。大学の夏季休暇に友人の吉尾と中国旅行を計画している。中国の発展は目まぐるしい。それを調べるために俺は吉尾と旅行を計画した。特に注目したいのは AIIB の発足を各国に呼びかけたことだ。 AIIB とはアジアインフラ投資銀行の略称のこと。どうです皆さん、アジアの発展のために国際開発金融機関を作りましょう。皆さんをリードしてアジアのインフラに投資しますよ。これは2015年に中国が主導する形で発足。世界的に多くの注目を集めた。 AIIB の規模も大きい。57カ国の創設メンバー、2023年時点では96カ国の国と地域が参加している。他に14カ国が加盟候補となっているらしい。中国を主導としたこの機関により、アジアと加盟国はより一層繁栄するのです。皆さん、ぜひとも AIIB にご参加を。でも日本は AIIB に加盟してないんだよな。発足当初は日本も加盟すべきって報道でも騒いでたのに。ほら、日本も入れてあげますよ。流れに乗り遅れたら大変なことになりますからね。はあ。でも日本は乗り気じゃなかった。それで当時の安倍政権は AIIB の参加を見送ったんだ。もちろんこの反応に中国は、ふぅ、これだから日本はいつも乗り遅れるんですよ。せっかく入れてあげるって言ってるのに。いや、結構です。それでも日本は参加を否認。国内でもその対応について批判の声が一部見られた。なんでなんだ。日本にとってもアジアの発展に貢献できるチャンスなのに。俊之、何ブツブツ言ってるんだ。ああ、よしよ、ちょっと AIIB のことが気になってさ。あのいわくつきの国際開発金融機関ね。え、そんなにやばいのか。いわくつきって、仮にも常任理事国が発足させた機関だろ。何がやばいんだ。まあ教えてやるから、ちょっと待てよ。日本があそこに加盟してもいいことなんかなんにもないし。何もないってどういうことだよ。AIIB は発足当初、投融資額を年額100億から150億ドルと見込んでいたんだ。皆さんのお金を発展途上国のために使いましょう。インフラを整備して経済を活性化させるのです。きっと皆さんの国にも利益が出るはずだ。計画通り進めば投融資額の累計は740億ドルほどになるはずだった。へえ、すごいじゃん。でも実際は、なぜだ、なぜ我が国の機関をみんな利用しないんだ。でも実際は412億ドルと5割強程度にとどまっている。2022年の投融資額もわずか68億だったんだ。どうしてそんなことが。まあそれはこれから解説するとして、一方で日本は全く逆の道を進んでいたんだ。どういうことだ。日本と米国が主導するアジア開発銀行、通称 ADB は年間200億ドル規模の投融資を行っている。中国主導の AIIB より日本が参加している ADB の方が投融資額が上なんだ。なるほど、中国は日本とアメリカの機関に負けちゃってるんだな。そういうこと。と言っても ADB の方が発足は古いけどね。でもどうして AIIB は伸び悩んでるんだ。中国は飛ぶ鳥を落とす勢いで発展してるのに。その中国が主導する AIIB の投資なら安心して受けられるんじゃないのか。まあそういう考えもある。でも問題は一筋縄ではいかないんだ。どういうことだよ、わけわからん。 AIIB 発足の背景にはアジア諸国の発展とそれに伴うインフラ整備の資金ニーズが増したことにある。それで中国はこう考えたんだ。最近のアジアの発展は目まぐるしい。米国主導の ADB だけでは資金ニーズは賄えないぞ。
ここは我が国が何とかしなくては。そうだ、我が国主導でインフラ投資を行う機関を作ろう。別に普通の考えじゃない？変な風には思えないけど。でもその本心は、我が国には中国とヨーロッパを結び第二のシルクロードを作る計画がある。その名も一帯一路構想。これにより中国経済は活性化、再び世界は中国を中心に回り始めるので。聖書外国よ、我が国の発展のために参加したまえ。発展途上国でインフラ投資を増やし、我が国の一帯一路構想を完成させるので。なるほど、アジアを発展させたいんじゃなくて自国の利益もがっつり絡んでくるのか。そういうこと。しかもそっちが本命だから立ちが悪い。確かにこれなら日本が警戒するのも納得だな。それに一帯一路構想っていろいろと問題指摘されてなかったっけ？現地の人を雇わなかったり、過剰な貸し付けなんかで中国に整備した空港を差し押さえられたりしてる国もあったよな。これには中国の人民元の取引を拡大したいという思惑もあったんだ。なるほど、経済発展が凄まじい中国がやりそうなことだよな。でも中国と覇権を争う米国がそんな機関に賛成するはずがない。これは中国の独裁を強める動きに他ならない。我が国は断じて参加しないぞ。あと絶対に AIIB には参加しないよう諸外国に通達しておく。そしてその影響を受けた日本も、我が国も AIIB の参加は見送ろうと思う。日本も当時は安倍政権か。政府は米国との外交を優先、対中リスクを配慮して不参加を表明したんだ。なるほどな、日本は米国寄りだしそういう方向に行ったのか。さらに当時財務大臣だった麻生太郎議員も、 AIIB は融資審査において不透明な部分がある、参加には慎重な態度を取らざるを得ないと、2015年3月末日に参加表明を見送る方針を明らかにしたんだ。 AIIB ってそんなにヤバいのか？参加国も結構いるし透明性はあると思うんだけど。実際に今の AIIB は中国が議決権の 30% を持ってる。うちゃー、そりゃ警戒するよな。しかも融資案件にも明確なルールがない。中国の利益につながるように都合よくされてるってことだ。なるほどな、やっぱり中国って腹黒いわ。中国が一帯一路を実現させるために参加国からお金を出させる仕組みができてるのか。そういうこと。あの国ってそういうところは天才的だから。しかも AIIB の報告書は、怪しい融資などはないな。はい、全て我が国の利益にかなったものばかりです。それでこそ我が国主導の投資機関というもので、中国共産党に全てチェックされているという念の入れようだし。それって他の参加国から苦情来るんじゃない？めちゃくちゃ中国に有利な仕組みじゃん。確かに多くの参加国がいることで AIIB の影響力は大きいと言える。でも AIIB の投融資額が伸び悩んでるのも事実だ。くそ、なんで投資先が見つからないんだ。そりゃ人がいないしな。少しでも我々のような専門家を雇ってくれるといいんだが。本当だよな。ADB の職員は俺たちの10倍いるんだぜ。職員500人で何ができるかって話だよ。案件自体満足に開拓できてないし、専門家も不足してる状態。しかも職員数は500人と ADB のわずか1割程度だしな。さらに AIIB に関しては参加国も警戒している。 G7 広島サミットに関しても、中国の影響力は年々増しております。G7 も団結を新たにしなければ。中国が影響力を増していることを牽制する共同文書が採択されてるんだ。ふえ、さすが中国の影響力は凄まじい。でもどうして米国や日本は AIIB を警戒してるのに中国は日本に参加してほしいと思ってるんだ？
同じアジアの大国として発展途上国を支えるのは当たり前でしょう。なぜ参加しないんですか、日本は。ま、これが表の言い訳だけど。でも本音はこうらしい。日本が参加を表明しないと我が国だけで資金調達をしなければならない。そうなれば我が国だけが不良債権で苦しむことになる。そんなことは断固としてさせないぞ。日本に金を出させて一帯一路構想を完成させるんだ。なるほど、日本に金を出させて尻拭いもさせたいと。でも日本は ADB に入ってるよな。そう、だから今のところは AIIB に入る必要性もないんだ。 ADB に入っていればしっかりアジアの発展には寄与できるからな。現状の中国はこんな状態だ。どうです、日本もそろそろ AIIB に入りませんか。今ならメリットがたくさんありますよ。いや、結構です。我が国はもう ADB にも参加しておりますから、そちらでアジアの発展を支援させてもらいますよ。まあ一帯一路自体各国から非難されてるからな。今のままだと AIIB が軌道に乗るのはもっと先の話になりそうだな。中国も下心を抑えてもうちょい他国との共存共栄の道を探ればいいのに。ま、中国の場合は各国を支援してもその後の対応が問題になってるよな。周りのことも考えないと自国の発展はありえないと思うんだけどね。それは言えてる。今から行く中国もどんな国になってるんだろうな。なんていうか、急激な発展にいろいろと追いついてないなって思う節はある。俺もそう思うな。今じゃ中国の若者の失業率がすごいっていうし。もうちょい中国も自国の問題に目を向けた方がいい気がするよな。うん、他の国の面倒を見るのはそれからでもいいと思う。あといろいろと強欲すぎ。